まず3バックの多分3枚っていうのは本当に、一人一人でも強い選手、コートして能力が高い選手っていうのが多いと思うんで、その単体の攻撃っていうよりは3人目が飛び出したり、1人だけが飛び出したりじゃなくて2人、3人飛び出したり、クロスからだったり3バックの、間っていうところを狙っていきたいかなと思ってます。この間の試合っていうのは結構サイドバック、センターバックの間を狙われたりしていたんで、そこはしっかり声かけて修正しなきゃいけない部分ですし、相手のうまい攻撃だったりっていうのもあったんですけど、攻撃陣が2点取ってくれてる中で試合が勝てないっていうのは本当に申し訳ない、ディフェンダーとしてそこは情けない気持ちってあるんで、ここしっかり抑えたいなっていうふうには思ってます。サイドからの、突戦とかもクロスからでしたし、この戦はクロスっていうよりは斜めからのボールだったんですけど、やっぱりこの外から入れられたボールをこう受け出すのがなかなかうまくいってなかったと思うんで、そこの対応っていうのはディフェンダーはよく練習しました。いや、このアウェーが続く中で、こう厳しい試合になるっていうのは自分たちも分かってたと思いますし、その中でオリンピックが再開して2連敗っていうのは良くない結果ですけど、ここでずるずるずる引っ張って5連敗した時のような空気になるっていうのは一番ダメだと思うんで、次の試合でしっかり止めて勝ち点3取って、またいい流れにしたいなっていうふうに思います。